言われる YouTube。 Yeah! In this video, I'm reacting to episode 5 season 3 of Attack on Titan. Yeah. So, yeah, RV. Let's get it. Oh my god, let's get it, RV. In this episode, where did we left off last time? Arv, what happened last episode? No, I'm actually serious. I don't know what happened. Story time. It took Aaron. Wait, let me just. I'm actually just check. I actually don't remember. Let me look at my last video. Oh yeah, they're gonna kill Erwin. All right, let's start. Play. Oh yeah. The surprise attack! I forgot about that. Oh my. Oh. エレンとクリスタはどこだ？無駄なんだよ。お前らが嫉妬しなければ。おや、ジョニーダウ。リプライ。Reply or be! すごい数の馬車だな。一体何が？知らないのか？今城の中に全兵団の幹部が集結して調査兵団の解体を進めているんだよ。ほら、その団長を吊るすための処刑台だな。They're killing Erwin live, RV. 調査兵団を失うということは、人類の矛を失うことを意味します。迫り来る敵から身を守るのは盾ではなく、脅威を排除する矛です。例えば今この瞬間、ウォールローゼが破られたとします。ウォールローゼの住民を再びウォールシーナ内に避難させることになりますが、先日の避難で、食料の備蓄は底をついており、数日と持ちません。瞬く間に住民のほとんどが生存競争を強いられることになるでしょう。ウォール・ローゼとシーナ、二分した人類による内戦の開始を意味します。ヨシンバ壁が破られないにせよ、すでに食料不足はウォール・ローゼで慢性化しています。ウォール・シーナの壁を破るのは巨人ではなく、ウォール・ローゼの住民である可能性は、ゼロではありません。ウォールマリア奪還。行き詰まった人類の未来を切り開くにはそれしかありません。そのために調査兵団が必要だと言いたいのか？相手の懐に飛び込むのは我々調査兵団の役目。引き下がるのみでは何の解決にもなりません。それともこの状況を打破する何かしらの秘策があるのでしょうか？エルビン、君はどうも理解していないようだが、今君がここにいるのは壁内の未来を話し合うためではないし、殺人という単純な罪を犯したせいでもない。人類憲章第6条、個々の利益を優先し人類の存続を脅かすべからず、これに対する重大違反だ。そう、再三にわたるエレン・イェーガーの引き渡し拒否、これは十分に人類憲章に抵触する。エレンはウォールマリア奪還には必要な存在です。それを決めるのは調査兵団ではない。エレン・イェーガーは未知の力を秘めた巨人だ。壁の内側に置くことはそれ相応のリスクを伴う。それを一兵団の団長に管理させる方がおかしいだろう。だが君は自分の考えに固執した。そして誘拐を装いエレン・イェーガーを隠匿したのだ。
関わったディモリーブスの口を封じてな。これはもはや反逆だ。今や君こそが人類の脅威となっているのだよ。ピクシス司令、駐屯兵団と調査兵団は前線で命を張る者同士、親密な関係を築いておったようだが。我々が調査兵団に同調すると思われるのは心外ですな。人同士の殺し合いほど愚かな話はない。この狭い人の世に一度火を放てば燃え尽くすまでそう時間はかからんでしょう。先のトロストク防衛戦においては総兵士に言い聞かせ大いに死んでもらったものです。調査兵団がその火種となるなら今のうちに消すべきでしょう。何より巨人が壁を破ってきた際、人があまり残っとらんようじゃ巨人に呆れられてしまいましょうぞ。よろしい、では協議に入る。陛下、よろしいですな。 Who is this guy over here? He's not even royal blood. Piss me off. Oh my god. Oh my g. エルビン、このまま終わらせるつもりか。では陛下の名のもと判決を言い渡す。エルビン・スミス、人類憲章第6条に違反ありと認め、死刑に処す。これは即時執行されるものである。連れて行け。No! これでいいのか、エルビン。お前、これで。突如出現した超大型巨人および鎧の巨人によってカラネスクの扉は2つとも破壊されました。現在東区より避難する住民が押し寄せてきています。退避経路を確保せよ。駐屯兵団前線部隊は全兵力を東区に集結させ、住民をウォールシーナに誘導せよ。 This is set up. みんな急げ。 This is fake. 住民の避難が最優先じゃ。はっ、ダメだ。ウォールシーナの扉を全て閉鎖せよ。避難民を何人たりとも入れてはならんぞ。はっ、それはウォールローゼの住民を、人類の半数を見殺しにするとのご判断でしょうか。先ほどその者が言った通り、内戦が始まるだけだ。中央政府が機能しなくなる恐れもある。そうなれば終わりだ。しかしそれはあくまで可能性の話では。その可能性があることが重大なのだ。我々は最上位の意思決定機関であるぞ。さっさと動かぬか。くそ、まさかこのような時に壁が破られようとは。しかし不幸中の幸いだろう。力は見つかっているのだ。あとは器が受け止めるまでここで持ちこたえればいい。そうだ、今は目先の被害に埋まる。ああ、レイス教さえ戻れば。やるしかない。 What is this guy? 待て、待ってたら手遅れだ。選ぶのは誰だ。誰が選ぶ。何をしている。早く動け。王政への反逆罪となるぞ。できません。何、おい、何？ロゼの人間だ。何？お前はもう死んでいる。何？ビラの閉鎖は阻止させてもらう。すまん。私も加勢しよう。ドリス・ザックレイ。彼らの判断は意外だったかの、ザックレイ総統。いや、ちっとも。ザックレイ、これは一体。先ほどの報告は誤報です。ご安心ください。
今現在巨人の襲撃は確認されていません。I told you, it's all fake. 何の真似だ。死亡者なら、わしじゃ。It was a lie. ピクシス。して無知であろうと、我々の方があなた方よりは多くの命を生かせましょう。バカなことを。ここを制圧したから、何だというのだ。民衆が従うと思っているのか。民衆は王に貸し付くのみだぞ。地方の貴族も黙っておるまい。どうやら理解しておられぬようですな。これはただの脅しではない、クーデターじゃ。中央憲兵の制圧完了いたしました。うん。うお、兵というのは、yeah! 時にも Is get it 起きろ、ボイボリ。なんじゃ、飯か。黙れ、この役立たずが。That guy is. Man said it's time to eat. Now I'm hungry. Oh my god. 嬉しくないのか。ナイル。人類はより険しい道を歩まざるを得なくなったぞ。Who's behind it? Who are they? というわけで、クーデターは成功。王とも行政区もザクレスの仮押さえ中だ。家族も、その前に真実を書きましょうよ。それに書かれているのは、yeah, fraud. He's a fraud. Yeah.フリッツ王が偽物であることまでバッチリだ。君たちについても正当防衛ってことで、つまり我々は自由の身だ。そんなバカな、とんだ大博打だったな。 Time to kill Kenny. でもエルヴィンたちだけじゃない。一人一人の選択が世界は一人。その後彼は自分の財産で礼拝堂を建て直してる。なぜだろう。Tell me, I don't know. もはやここに巨人の存在がなかったという方が不思議なくらいだ。これが私の早合点だとしても、こんだけ怪しければ十分我々が向かう価値があるはずだ。なんだ。 What the hell is he?夜が明ける頃には兵団がレース寮に送り込まれる。それまでレースは待ってはくれないだろう。私たちが急がないとエレンが食われるかもしれない。巨人になれる人間は巨人が食べることによってその能力が継承される。もしそれが本当だとしたら、エレンはいつどうやって巨人になり、誰を食べて能力を得たんだろう。くそ。ヒストリア。ヒストリア is a snake. So there you all have it, guys. There you all have it, guys. There's episode 5, season 3 of Attack on Titan. Make sure you guys like, favorite, and subscribe, or else I'll get really mad. And yeah, make sure you tune in next Sunday.
And comment down below what other videos I should react to in the... Yeah! Alright, peace out. I'm out of here. I gotta go to work. Work. Like what? Oh my god.